遊びも歌舞伎もすごかった。坂田藤十郎、市川團十郎の楽しい時間、家族愛。関西では大人気だった中村扇雀、坂田藤十郎。四代目坂田藤十郎は1931年12月31日生まれで、2020年11月12日に亡くなりました。享年88歳でした。本名は林光太郎です。屋号は山城屋です。父は二代目中村鴈治郎、妹はタレントの中村玉緒さんです。妻は政治家だった扇千景さんです。長男は四代目中村鴈治郎、次男は中村扇雀です。孫は中村壱太郎さんと中村虎之助さんです。坂田藤十郎さんは1941年、山姥の金時役で二代目中村扇雀を襲名しました。1990年、郭文章の伊佐衛門役ほかで三代目中村鴈治郎を襲名しました。2005年11月30日には、京都南座で四代目坂田藤十郎を襲名しました。坂田藤十郎さんは若い頃からその演技力と美貌で注目されてきた大スターでした。映画の出演も多く、遠山の金さん、白井権八というおなじみのキャラクターも演じています。また、日本舞踊の雁金流の家元として雁金花仙を名乗ってました。現代歌舞伎の大看板の一人でもあり、また上方歌舞伎の復興プロジェクトでも主導的な役目を務めたほか、近松門左衛門作品を原点から勉強し直すために、劇団近松座を結成し尽力しました。曽根崎心中のお初は当たり役で、日本中にブームを巻き起こしたようです。2001年にはロンドンで曽根崎心中を上演し、2005年4月に韓国のソウルと釜山で曽根崎心中棒縛りを上演しました。藤十郎さんは扇雀当時、曽根崎心中のお初で大当たりを取った時の人気は凄まじく、特に関西では知らない人がいないほどだったようです。扇雀アメ本舗は当時の扇雀の人気にあやかったものだったようです。坂田藤十郎さんは昭和30年代から浮気騒動を起こすことがよくあり、週刊誌をたびたび賑わせていたようです。扇千景さんとの新婚旅行の車中では、酔った勢いで自身の女性遍歴を悪びれることなく全て打ち明け、その相手への対応方法などを堂々と新妻に語ったと言われております。若い頃から祇園界隈では遊び人として有名だったようです。夫人の扇さんも夫の女遊びに対して、最後に自分のところに戻ってくるなら男の甲斐性として許していたようです。
京都の芸妓さんとの密会があった時も、当時は国土交通大臣を務めていた扇さんは、彼は芸人ですからと前置きした後で、女性にモテない夫なんてつまらないと騒ぎ立てるマスコミを一周したようです。坂田藤十郎さんは役者としても超一流で、若くして人間国宝に認定されたり、当たり役の曽根崎心中は外国での上演でも大評判でした。近年は舞踊や芝居の一役として舞台に立つこともありましたが、2020年の寿初春大歌舞伎を休演して以来、コロナ禍の影響もあり、舞台に立つことが叶いませんでした。歌舞伎界に貢献してきた坂田藤十郎さんの逝去に惜しむ声は多く、7代目尾上菊五郎さんは、髪型のはんなりした芝居が絶品だったと惜しんでいらっしゃいました。今後は長男の4代目中村鴈治郎、次男の中村扇雀、孫の中村和太郎さん、中村虎之助さんが藤十郎さんの分まで頑張ってくれることでしょう。ご視聴していただきありがとうございました。最後までご視聴していただき本当にありがとうございました。